さあ、それでは続きをやっていこうと思います。さあやっていこう。いや、今回はねマスキングテープ剥がし祭りなんですけどね、一人でわっしょいだわ。やっていくぜ。ちゃんとできてるかなっていうのは非常に心配っすね。なんかすげえ時間かかっちゃった、ここまで来るのに。動画の撮りためはねえし、参っちゃうわ。だからこんなただマスキングテープを剥がすだけの動画を撮ることになってしまった。よっこしょい。なんか下手くそ、やっぱ下手くそだな。なんか完璧とは言えない。まあこういったところはね、前回もちょっとお話ししたんですけど、まあ車の中だから濡れていれば OK であって、あんまり見えなくなるところだからいいんだけどね。まあここはね、あのパーツがつくところだから別にはみ出してもこういう状態になっちゃうからいいんだけどね。あ、ここか、こういう状態ね。なんかちょっとでもこの奥の方とかなんか思いっきり綺麗な、すげえ超綺麗にできたとは言えないな。まあ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 、でもやらないよりはいいな。うん、ほんとね苦手、下手くそ、どっちかと言ったら嫌い。うまくできる人が羨ましいわ。あ、こっちはうまくいった。なんでしょう。ういいいね、綺麗にできたでしょ。まあ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 綺麗にできたね。よし、 OK。でまあちなみにね、ちょっと隠れてやってたのがディスクの方なんですけどね、ブレーキ関係の方もやって、まあこれを剥がしながらもどうでもいい話をとも思うんですが、いやー、なんか面白いことあったかな。面白いことはないんだけど、たまにさ貸しガレージみたいなのがあったりするの。まあガンマゴリって意外と、まあ、田舎の成果っていうのもあると思うんですけど、貸しガレージが結構あって悪くないね。まあまあまあ、なんかね高級車ばっか止まってる貸しガレージがあるの。あのシャッターが閉じてるから分からなくて、ただあのたまたま開いてて見かけるとか、なんかポルシェが止まってたりとか、なんか骨董車が止まってたりだとかさ、この前なんかスカイラインの RS が出てきたからね、ビビったよ。いや、あんなとこにあったのみたいなさ。あのシルバーと黒のツートンのやつね、いやもうめっちゃかっこよかった。それがさ、こう走っていくのを見たわけよ、その車庫から出てって。ビビったビビったよ。てかね、何あのエンジン音もね、しかもそのRS がもう何あれだったの、ドノーマルなの、めちゃめちゃノーマル。またねいいのよ、その音が、走ってく音がねよくて、ちょっとこうなんていうか、いいクラシック感っていうのかな、クラシックじゃっていうほど古い車じゃないけどね、古い車ならではのあのちょっと味のある感じがね、ね、なんかまあ昔は、昔っていうかまあ今でもそうなのかもしれないけど、にね、スカイライン最強の車なんつって言われたね時があってね、ああわかるわと思ったね。ただそのちょっとこう加速して走っていく瞬間だけを見ただけでも感動してしまった。かっこよすぎるみたいな。でも不思議、なんかやっぱりああいうのを見るとさ、プラモデルでああ作ってみたいなみたいな気になるよね。そう、プラモデルのねいいとこではあるけど、なんかでも結局その RS はもう絶版になっちゃってないんだけどね、入手が超困難なんだけどさ、タミヤで出てたらしくて、メンバーに聞いたら、だけどもう絶版なんだよねって、マジかーみたいなさ。そういうものに限ってね、絶版だったり出てなかったりねすんのよね。そういうある、なんだろうな、ニーズはあると思うんだよね。ぜひ再販してほしいんだよね。あのちょっとした裏話なんだけど、あの金型がなくなったっていうねことっていうこともあるんだって。古すぎて、まあ今だと多分 ID のタグとかつけたりして綺麗にできた、ほら
ID のタグとかでついつけたりして管理はねすごく綺麗にされてるんだろうけど、やっぱり昔の古いキットとかいう風になると金型をさ、ね、でき使って棚に置いといてっていうような感じの管理だと思うんだよね。であそこに確かあったはずだけどなみたいな、まあ、製造業あるあるなんだよね。大体なんか棚にちゃんと置いておいて、いざという時にね使えるように覚えとこうって言っていたらさ、ないどこ行ったわからんで、であの人がしまったけどもあの人会社辞めちゃったしみたいな、そんなようなねよくあるのよそういうの製造業って。で今は違うよ、今はねちゃんとタグ付けされててとかさ、ちゃんと表記してあってとかさ、管理体制はしっかりできてるはずなんだけどさ、当時はね昔はねプラモデルも結構古いからさ、自分が年食うっていうことはそれなりにキットも古くなってるっていうことだからね、まあまあ綺麗にできた素晴らしい。そう、それを思うとねまあしょうがないのかなとも思うけど、でもあれだよね、なんかキットで言うとさ、自分の乗ってる車はキット化されない説っていうのあるよねあるよくある、なぜか自分が乗ってる車はないって。歴代鍋さんが乗った車2台ぐらいしかないなんてこったらナイキット化されてねえんだよなみたいな、悲しいわみたいな感じで、わすげえ下手くそ、ちょっとこれ何なんだよこれね、今乗ってる車もキット化されてないしさ、悲しいわっていうことは、なんだ人気がないってことか、ニーズがないってことか。まあ人気車種だったりするとねそれはキット化されるけど、人気ないってことか、まあないかもしれん。ちょっとねあるのよ、なんていうの、人と被りたくないっていうやつがあるのちょっとね自分の中であんまり人と被りたくないっていうね、あんまりねできることなら、まあその分バレやすいんだけどね、鍋さんどこにいたでしょって、いましたみたいなさ、なんかねちょっとあるんだよね、その見て下手くそ、見て超下手くそ、見てこの辺この辺ひどいね、もうこれひどい、これはひどい、まあいっかというところなんですけど、ちょっとね直しも入れていこうかなって思います。もう乾いてるかな、乾いてるよな、ちょっとこれ塗ったばっかなんだ実は、全部にさ動画の時だからさ、こうマスキングこれね、これやってなかったじゃないマスキング、だからいややらなきゃと思って、あちょっと待ってディスクもやらなきゃって、あやるもやらなきゃこれもやらなきゃとか言ってあたふたあたふたしてたんで、ということでねね、これですよこれね、ペンのやつ、よいしょい、これでまあこれはまあいいわな、こいつもいいわな、これちょっとこれも乾いたかな、ちょっと乾いたな、これをさちょっと見て、この辺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 はみ出てるでしょ、これをさこうやってねこうやってこうやってかな、さっきのはみ出てたところはちょっとごまかせたでしょ、でこここうやってこうピーってこうゆっくり走ってあげるとちゃんとインクが残るんで、これね急いでツーって走らせたりするとインクが残らない時があるんだね、ほらパキッとしたでしょ、ちょっとこうねシュッとしたでしょ、はみ出てないでしょ、なんて表現したらいいかわからんね、だからちょっと逆にマスキングの方も外側にはみ出た方がこうやって消すことができるから、内側にはみ出すとね狭くしていかないといけないとかそういう風になったりするからね、こうやってほら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 なんかさ、自分の車がさキット化されてるとさ、車だってさまあ大抵の車はさいつかは手放さないといけないじゃない、だけどやっぱりそのキット化されてるっていう風になるとさ、ちょっと思い出として真剣にプラモデル作って綺麗にして取っておきたいっていうのがあるじゃない、やっぱり、ね、自分が乗っ取った仕様に作るとかさして、そういう楽しみがない、そういう楽しみがない、
やりたいけどない。そんなきっとかされるほど優秀なんかいい、なんだろう、メジャーな車は高くて買えないし、悲しいわ。スポーツカー、スーパーカー多いからね。でもなんか最近思うの、なんかさ、結構高級車走ってない？本当思うのね最近ね。いや、あの車めちゃね、なんかそのさ、なんだろうな、こうすごい高級車がよくたくさんいっぱい走ってるってわけじゃないんだけど、まあ比較的高い車がさ、あのまあまあ走ってるのを最近見るから、そのスーパーカーとかポルシェだとかフェラーリだとか、そういうランボルギーニが走ったとかそうじゃなくてさ、こう大体例えばさ、最近よく見るのがなぜかマセラティがやたらと走ってるなとかさ、めっちゃ金持ちやんとかさ思うじゃん。そんな金持ちいっぱいいんのって、一体どんな仕事してんのとかも思ったりもするけど、あとなんか、まあ、ベンツはだいぶ値段が昔に比べれば下がったっていうのはあるけど、言うてもベンツでまあまあ高いしさ、やったら走ってるし、ランクルとかめちゃめちゃ走ってるしとかさ、何周もしてんのとか、まあそこでは思わないけど、なんかそう言うてもなんかみんな何もうね、200-300万では買えない車に乗ってるなみたいな。いや若いうちはそうかもしれないけど、なんだかな言うてもなんかみんなまあ、新車相場で考えて、まあ、400-500万する車を普通に乗ってるなんて、なんか BM だってやたら見るようになったしさ、なんか高い車みんな乗ってんだよね。なんでそんなお金あんのとか思いながらちょっと思う今日この頃。羨ましいわって。まあ、高い車に乗りたいってわけじゃないけどね、別に。ただ好きな車に乗りたいっていう、ただその好きな車乗りたいっていう時にお金があるとやっぱりね、さっと買えるわけじゃない。うらやましいわ。よいしょ。でも最近さ、ちょっと保険関係であったね、なんかそのあんまり、ね、プレミア価格まで保証はしてくれないみたいなさね、あれちょっと新しい保険ができてもいいんじゃないのって思うね。そのプレミア価格を見越したちゃんと保険料が下りる保険、車両保険みたいなね。だからなんかあんまりにも古いとさ、もうその古いっていう金額で査定されちゃって保険が全然下りないとかさ、そういうのがあるから、まあ難しいとこではあると思うけどね。だってこの R32 だってそうじゃん、普通に価格相場的に考えたら激安だと思うよ、めちゃめちゃ古い車だから。ただやっぱりこう数が少ないだとか、そういうプレミア価格っていう風になっちゃって、ね、あの中古でも状態が良ければね、700-800万だとか1000万だとかさしちゃうわけじゃん。だけど多分本当に中古車っていう風に考えちゃったらさ、ほなはっきり言ってお金も使うぐらい安いと思うよ。だけどね、プレミアとかね、そういう希少価値、人気とかそういうのを考えればね、平気で1000万とかいったっておかしくない車両だからさ。だからなんか事故った人が結構ね、ぶつけられたとか、自分で事故ったんならまだ多少ね、やっちまったみたいな感じで後悔あるかもしれないけど、ぶつけられました、保険使います、全然おりませんみたいな、泣けちゃうよねそんなんね。何のために保険入ってんだろうなっちゃう、ね、車両保険の方ね、うん、よいしょ。この前若い子がさ、20代前半の子がにだと思うけど、昔のソアラ乗ってたの、黒なんだけどね、珍しかった。お、黒のソアラ初めて見たって、何気にいつも白しか見たことなかったけどみたいな。かっこよかったわー、すげえかっこよかった。なんかそうね、めちゃくちゃいじってやるわけじゃないの、もう
ボディとかその辺は結構普通なんだけど、内装とかもパッと見普通なんだけど、足だけはちゃんとブレンボー履いて、タイヤも、あ、タイヤしっかり見てなかったな、タイヤはワークだったような気がするけど、いやワークじゃないな、なんかだったな。でちゃんとそういう風にちゃんとしてるの、あ、安全性はちゃんと考えてんのねみたいな感じで、かっこよかった。それを20代の若い子が乗ってるっていうのはね、ある意味嬉しいね。なんかね、分かるんだな、その良さがっていう、そういう分かる子もいるんだなっていうね。イエイ、できたぜっていう感じで、どうですか。ほらね、ちゃんとこう黒をさ、枠をさ、ピッてやったらさ、さっきちょっとこうはみ出ると、って言って言ってたけど、ちょっとまあこうやって近くで見ればちょっと変かもしれんけど、こう見えちゃうね、ダメだな、こうやって見てもういい。あのとりあえずこうね、縁をね綺麗にやると、こうパキッとね、パキッとね、パキッとするっしょ、いいっしょという感じになりますのでね、はみ出してもだからこう外側にはみ出るようにねやれば多少いいと思うよ。そうすればこうね塗り込んじゃえば見えなくなるし、まあ何よりね内装なんでね、ちょっとこうこの辺もこうやってちょっとこう黒くこうやって塗っちゃっとけば分からなくなるでしょねって。なんかこぼしたみたいになっちゃうの、よくねえかなこれ。まあ、ただこう内装でね見えなくなるからね、ちょっとその辺はね、こうやって今見てればちょっとうわーって思うけど、多分組んじゃえばさほどわからないけど、ちらっと覗いた時にちゃんと塗り分けしてあるよっていうこのアピールができてるからね、よろしいんではないでしょうか。ということで今日はこの辺にしようかなと思います。サムネ撮ろっか。サムネをこのペンでこうやってやるのをやりました的な感じで、こうやってペチ当てとこう。これでどうだ、ガンダムマーカーアピール、よし。ということでね、今日はこの辺にさせてもらおうかなと思います。まあ何かしらのね参考になればなと思います。ということで今日はこの辺で、ダーマター。